町那須塩原市小田原市、今までですね、一切東京電力株式会社の方から賠償されていない地域からですね、7000名を超える方々が申し立てとなって、今回賠償請求することになりました。非センターにおいてもですね、ぜひこの声を受け止めてご審理いただけたというふうに思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。7000人分の委員以上です。よろしくお願いします。栃木県北 ADR を考える会は、本日の午後1時半、原子力損害賠償紛争解決センターで栃木県北地域における原発被害について ADR の申し立てを行いました。本日の申し立てなんですけれども、申し立てになっている方々はですね、いずれも栃木県北部である那須町、那須塩原市、大田原市にですね、本件事故当時である平成23年の3月11日、平成23年3月11日の時点で、こちらに居住していた方が申し立てになっております。この那須地区にですね、居住している方々が放射能汚染によってですね、日常生活阻害慰謝料なんていうふうに言ってますけれども、要するにこの放射線に対して、危険あるいは不安を感じたことで日常的な生活が阻害された、それによって精神的苦痛を被った、これに対する賠償を求めるものということになります。でこちらの図をちょっとご覧いただきたいんですけれども、福島県においてはですね、まずこちらの黄色い地域、いわゆる強制避難区域と言われていた場所です。それ以外にですね、この青の地域、こちらが自主的避難等対象区域と言われるものになるんですけれども、この青の部分においてもですね、一律で損害賠償請求がなされているということになります。今回の請求なんですけれども、この青の地域、自主的避難等対象区域と実際には放射能汚染の程度において同程度の汚染が見られるにもかかわらず、一切賠償されていないのはおかしいだろうということで、2266世帯、合計で7128名が申し立てになって、和解仲介手続きの申し立てをしたということになります。今回の申し立てで最もやはり特徴的なのは、今まで東京電力株式会社が一切賠償してこなかった地域における集団申し立て、初めての集団申し立てということになります。この7000人を超える規模というのはどういう意味を持っているかといいますと、強制避難区域である浪江町、こちらでですね、かつて賠償金額が、その被害の実態を反映していないということで集団申し立てをしていますけれども、それに次ぐ規模ということになります。福島県を含めてこれだけ大きな規模での集団申し立てが一切賠償されていない地域でなされた、それは要するにですね、この今までの損害賠償というものが被害の実態を反映してこなかったということの、まさに証左だというふうに考えております。栃木のこの那須地区においてはですね、福島県と違って除染が、例えば氷土の削り取りが認められていないという形で、被曝を軽減するような措置が十分取られなかったこともあってですね、むしろ福島よりも放射線被曝を長く受け続けなくてはならないような状況が続いていたりします。さらに例えば子どもの健康不安、それがあるとして福島県では県民健康調査、そういった形でですね、体系的に調査がされるところですけれども、栃木県ではこういった形で体系的に例えばその甲状腺検査とかもなされていない状況にあります。要するにですね、将来の健康に対する不安がありながら、それを確認し、あるいはもし残念なことにですね、何か影響が生じたときにそれを、その治療したり、そういうする機会すら与えられていないというような状況にあるということになります。そういう中で、やはり子どもたちが3割という数字でですね、参加したことは、とても大きな意味を持っていると思います。その汚染マップをご覧いただくところから話を始めたいと思っています。ご覧になって、ここに栃木県境ですけれども、栃木県福島県境ですが、ご覧になって一目瞭然、福島県と栃木県北の汚染度にはほとんど差がないと言っていいと思います。このような状態であったにもかかわらず、東電も、そればかりでなく日本政府も私はそうだと思うんですけれども、放射能汚染といえば、
あたかも福島県内だけの問題であったかのような取り扱いをしてきました。しかしこのマップが示す通り、福島県外の栃木県北にも福島県の中通りと変わらぬ汚染を受けていまして、そんな中で申立人らは暮らし、子育てをしてまいりました。当初はですね、ADR という言葉、耳慣れない言葉でありましたゆえになかなか広がりを示しませんでしたが、終盤になって口コミの力もあって一気に子育て世代に浸透して、2264人のお子さんとその保護者を中心にですね、総勢7128人による集団 ADR となりました。申し立ての申し込み書に入っていたアンケートにはですね、私たち申し立て人の当時のそして今も続く不安が満載に書き込まれています。原発 ADR センターにはそんな栃木県北住民の思いを真摯に受け止めて公正な和解案を仲介していただきたいものだと考えております。昨日おとといと那須塩原市内で甲状腺のエコー検査、子どもの甲状腺エコー検査を実施させていただいたんですが、それは年に1回関東子ども健康調査支援基金の協力を得て那須塩原市内で年1回行うというのを昨年から始めたんですが、昨年と今年も受付始めると同時にチラシをもう配ると同時にもうすぐに前申し込みが入りまして、もう1週間もするかしないかのうちにほとんどが予約いっぱいになってしまいます。そうしたもう早いそのリアクションということとか、やはりその甲状腺とか子どもの健康不安というのが根強いものを感じています。普段そういったことをあまり考えないようにして暮らして静かなように見えるんですが、やはりそういう甲状腺エコー検査を実施しますという話になるとさっと反応されるので、やっぱり心の中にいつもあるんだろうというふうに考えています。私自身も子どもが小学生でちょうど原発事故があった時は小学校に上がる時だったんですが、庭先の線量も何もわからないうちに学校が普通に始まってしまったので、もう本当にこのまま普通に生活させていいんだろうか、子どもを本当にちゃんと守れているんだろうか、ものすごい不安の中で生活してきました。でその中で、いつちゃんとした説明を受けられるんだろう、いつ東電は謝罪するんだろうというのをずっと待っていたんですが、はっと気づけばもうそれから4年も経ってしまい、未だに何の説明もきちんとした説明も謝罪も受けていないという状況にあります。それでそんな中でその西川さんたちにADR を一緒にやりませんかというお声をかけていただいたのは、私個人としても本当に嬉しく思いました。何か声を上げていきたい、そういったところで ADR に参加させていただきました。ありがとうございます。さて振り返れば原発事故を境に一変した生活がありました。風景は以前と同じなんですけれども、放射能の降った後の風景は心にフィルターができてしまって本当に重苦しく見えたものです。今手塚さんがおっしゃられたようにですね、当時はさまざまな不安、被害があって生活そのものが翻弄されました。そうした実情を何とか訴えていきたいんですけれども、一人ではなかなかできないね、そういう声があちこちにありました。あちこちにあったんですけれども、大きな声ではなかなか言えない、そんな雰囲気がありまして、私たちは本当に声を押しとどめて小さくなっているのは辛いことでした。なぜなら上から安全安心というのが降ってくるからなんです。でもし先ほど何度もご覧になった地図ですけれども、100人の子どもにこの地図で放射能汚染は県の境目で終わっていますかと聞いたら、子どもたちは終わってないよと答えるでしょう。1000人に聞いても終わってないと答えるでしょう。これはまるでアンデルセンの裸の王様の話に近い世界です。子供というのはまっすぐな目で大人を見ております。原発事故を起こした東電はこの地図を見て栃木県北に放射能汚染とその被害がないと言えるでしょうか。私たちは本当のことを多くで言いやすい手段として非公開の ADR に可能性を見出してきました。未来のために今本当の思いを言っておきたい、言わなければ何もなかったことになってしまう。普通の人々が7000人以上集まって面倒な参加申し込み書の手続きを経て生の声を上げました。潜在的にはもっと多くの人口がいると思います。この申し立てが終わったら次のステップへの始まりです。
栃木県北 ADR を考える会もできることをコツコツと続けてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。